沢田は述べは、日本の政治家、愛知県江南市長、元江南市議会議員。戸籍上の正しい表記は、沢田は述べである、愛知県江南市出身。江南市立小地の西小学校、滝中学校、滝高等学校、高崎経済大学経済学部卒業。1978年4月、税理士事務所員となる。 1999年の江南市議会議員選挙で初当選し、市議を4期を務める。市議時代には市議会副議長や江南には環境管理組合議会議長の役職を務めた。市議会与党会派の幹事長として長年現職の市長の堀本を支えてきたが多選反対を掲げ、2015年4月26日に行われた江南市長選挙に出馬。 衆議院議員の江崎哲馬や地元選出県議の奥村雄二の支援を受けた堀井との一騎打ちを制し、初当選を果たした。4月30日に市長就任。当日有権者数79,728人。最終投票率 53.64%2019 年、無投票により再選。2020年2月25日、沢田は市議会定例会に、 同年3月末で人気満了を迎える佐藤和也副市長の公認に武田厚経済環境部長を任命する人事案を提出。しかし市議の一部は水面下で別の候補をしており、沢田がこれを拒否するなど対立が深まっていた。3月18日に行われた本会議では沢田と市議の対立が表面化。議事が遅れ。 採決は午後10時半ごろまでずれ込んだ。結果、反対11、賛成6、退席4の反対多数で、市側の人事案は否決、当面の間副市長が不在となることとなった。2020年5月21日、新型コロナウイルス対策の財源に充てるため、自身の6月から2021年3月までの月額給与を20%減額すると発表した。 副市長と教育長については10%減額する。2020年12月1日、市議会12月定例会の大谷部豊数議員の一般質問で、補定駅の鉄道高架事業に関して、路肩修繕と名目を偽って、実際には民有地の草刈りを行っていたことが分かった。2011年から2020年まで、計17回支出していた。沢田は、 事務処理の不手際を認め謝罪したが、失失自体は事業推進に不可欠とし、関係職員に点末を確認して適切に対処する方針を示した。ありがとうございます。